2017年4月、日本で、ウム病、として知られる鳥由来の感染症により、妊婦2名が死亡するという悲劇が報告されました。妊婦の死亡事例は初めての出来事と考えられます。感染が確認された最初の女性は、妊娠24週で発熱し入院しました。意識障害などが見られ、その後死亡しました。女性の死後、彼女の体内からウム病の原因となるクラミドフィラシッタ氏というバクテリアが検出されました。妊娠中は抵抗力が低下し、胎児に影響を与える可能性があるため、ペットなど動物との密接な接触は避けることが重要です。感染経路、ウム病は人畜共通感染症であり、鳥から人へ感染します。感染源は鳥のクソなどを人が触ることで感染します。そのため、鳥と同じ空間にいるだけでは人に感染しませんが、鳥に触れるとクソに間接的に触れ、感染する可能性があります。また、クソが乾燥し、粉末化したものが、鳥の羽ばたきによって空気中に飛散され、呼吸することで体内に入る恐れがあります。その他にも、口移しのような濃厚な接触、くちばしで噛まれたり、爪で引っかかれたりした傷からも感染する可能性があります。ウム病への対策、予防方法、健常者であれば、感染した鳥と同じ空間で生活していても感染する可能性は低いです。しかし、妊娠中や体調不良などで免疫力が低下している場合は感染する可能性があります。その場合の対策、予防方法として以下が挙げられます。鳥との接触を控える、特に免疫力が低下しているときは推奨される。飼い鳥を検査し、感染している場合は動物病院で治療する。鳥との濃厚な接触を避け、触った後は手洗い、消毒。鳥のお世話の際は、マスクを着用する。ケージの清掃、消毒を欠かさず、飼育環境を清潔に保つ。ウム病の症状、高熱、悪寒、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛、咳などのインフルエンザに近い症状が急激に発症します。ウム病の治療法、鳥の場合と同様に、抗生物質、抗菌薬の投与による治療が行われます。テトラサイクリン系やキノロン系、マクロライド系の抗生剤が有効ですが、妊婦や小児の場合、副作用などの影響から、マクロライド系抗生剤の使用が推奨されています。早期に発見できれば、治療で回復するため、致死率は低いです。人への感染事例はどれくらい？ウム病の人への感染は、日本では毎年30人程度確認されているということです。飼い鳥の数と、ウム病を保有率約 10% ということを考えると、ウム病は人間に感染する確率は低い病気であると言えます。結びつけ、今回、日本での妊婦の方がウム病を発症し、死亡する初のケースでした。今回、どういった感染経路だったかニュースからはわかりませんでしたが、日本での感染経路としては、書籍によると、ウム類 71%、ハト類 12% と、インコやウムなどの飼い鳥からの感染が過半数を占めています。そのため、基本的には、鳥を飼っていない人が感染する事例は少ないと思われます。鳥を飼われている方については、鳥のお世話をした後、手洗い、消毒を徹底しましょう。飼い主自身の感染を防ぐだけでなく、周りの他の人への感染を防ぐことが必要です。アスタリスク。